皆さんこんにちは、ホッシーです。今日も一緒にやっていきましょう。今日の動画ですね、7月の高評価チャレンジの動画が無事200高評価達成したので超高額パック引いていきたいと思います。本当にね、いつも高評価ありがとうございます。皆さんの後押しをもらって買い引きできればと思っております。でまずは超高額パックの内容を見てからパック引いていきたいと思います。はい、今回引くパックはこちらですね。 FV& プレミアムパッケージと、で内容がね、TOTS の選手確定となってます。127-128先発選手1枚と126-128先発選手1枚と。なんで正直ね、そんな大爆死っていう大爆死はないんですけど、とにかく128これを当てたい。確率はこんな感じね。128が 27% なんで全然引ける確率ではある。あとはね、126-128の方でもそんなね、128自体の確率は変わらないんで、なんなら2枚抜きまであると思っている。あとはね、おまけの上級5個もでかいんで、まあ、これもね、中級に変えて高素材ゲットしていこうかなと思います。まあそんな感じですね。で一応ね、市場の方で値段見ていくんですけど、多分ね、300億ぐらい TOTS は、だからね、めちゃくちゃ高いわけではない。下見ていくと128でしょ、ほら230億とか結構ね安いんだよな。まあ、選手によっては300億とかいるんだけど、だからね、あれは選手を当てて売るっていうかは、基本的には TOTS のトークン交換、これで使うのがいいと思います。チャプター3にあるこちらですね、これの128の交換とか、確か75個なんで、これで。で、この600個まで貯めて、UTOTS 引きましょうと。なんで、なんかその TP 稼ぎたい人とかは、正直そんなおすすめできないかな。トークン交換する人は、なるべくね、優先して引くべきかなとは思います。で、早速、現金で買うパックなんで、購入する画面スキップして、開封していきたいと思います。はい、買いました。一瞬で8500円使ったわ、怖すぎる。じゃあ改めてね、確率見ていくと 27% と 20% これを引ければ128 2枚抜き全然あるんだよな。最低127 2枚では行きましょう。怖っ、いくぞ、せーの、ドン。はい、さあさあさあ、多分ね、演出はそんなわかんないから、選手来てからのお楽しみかなと思います。では行きましょう。はい、どうだ、え、演出なし、え、どういうこと、怖すぎるんだけど。上級5個でしょ、はい、え、なんで、おい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 、え、これは、え、やばすぎる、えぐい落ちじゃんこれは。ちょっと待って、地獄界だねこれね。え、超大爆死じゃんこれ。ちょっと言葉が見当たらない今。え、待って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 、最低の最低を引いてしまった。演出なしが一番わけわからんわ。ちょっと待って、そんなことあります？いや、ひどいね、ひどすぎるね。とんでもねえことになったわ。さすがに演出来ると思った。え、待って、ソン・フンミンとコペルだっけ、嘘やん。ちょっと待って。孫。コペル。やばすぎじゃん。さすがにもっと当たると思ったわ。いや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 。演出なかったからさ、すげえあっけなさすぎて。いや、悲惨だな。じゃあもうさ、リベンジ。これも引くわ。うん。これだけじゃ終われないんで、こっちも買っていこうかなと思います。はい、買いました。確率は？ちょっとこれ怖いね。勢いで買ったはいいけど、ちょっと危険なパックな気がするぞ、これ。まあ、しゃあなしやな。行きましょう。怖っ。多分これはね、多分てか絶対演出来るんで、これは大丈夫。さあ、行きます。受け取れすべてを。頼む。128。はい。さあ、どうだ？さすがにな。どこの国か。はい。イングランド、悪くない。CDM、来た！はい！ 128 だろ。オッケー！これこれ、ただこれ、1枚じゃねえから、ワンチャン2枚あるぞ。せーの、ドン！はい！ないな。2枚はないが、まあ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 、いいでしょう。よくねえか。だって、8500円のパックとさ、7000?
900円のパック引いて128枚でしょ。単純に3万円FV以上使ってるんで普通にきつい。あと買うパックねえもんな。これも買うか。タイト化パッケージもこれも買っていきましょう。さあ買っていきました。これはね、ほんといつも言うんですけど、買った方がいい。700円で。めちゃくちゃ内容いいんで。さあどうだ?はい。来た。TOTS、あるぞ。まさかの、スペイン。ダメそう。CAM。はい。125でしょ。え?いいやん。神じゃん、126は。オッケーオッケー。うん。で、中級も10個手に入るし。神。これは皆さん買いましょう。まあ結局ね、そんなにいい引きではなかったが、そんな悪くもない。いや悪いか。超高額パックに関しては爆死してるんで、とりあえず今 TOTS どんぐらい溜まったんだ?結構ね、パックで溜まってるはず。下見ていくと、128が3枚だから、220個ぐらいこれでトークン。あとは、127が2枚。多分これで300個。350ぐらいか。まあそろっと引けそうだね。まあでもこれ全部交換すんのもったいない気すんだよな。このさ、シュローザーベックさえ入れてくれれば、TOTS1 枚買って、うん、今使ってるさ、ここら辺にいる、アリソンとか、あと誰だろうな、ファンダイク。ファンダイク強いからな。まあ、ここら辺交換して、もう一回引けるからね。ちょっとそれを狙っていこうかなと思います。じゃ、最後さ、せっかくなんで進化チャレンジしていくか。素材交換して。中級ね、40個手に入ったんで、これでやっていきましょう。誰にしよっかな。ビエラかダイクがいいんだけど、マルディーニもありだな。こっちにするか、マルディーニ。こっちにしよう。3回できんじゃん。3回していくわ。もうこれでいく。散々ね、ムバッペ失敗してるんで、どっかでね、上振れていいはずなんだよ。いや、マジで。おかしいんだよ、確率が最近。頼むぞ。いけ!上振れろ!いや、本当にね、確率おかしいわ。こんな成功しないことないもん、普通。はい!ほら、ラスト行きましょう。ほんもこれ3回目でしょ。怖いこと起きてるもんな。いけ!はい!マジおもんないわ。はい、今回はね、超高額パック引いていったんですけど、まさかのね、演出なしで、さらに追加で引くと。2回パック引いたわ、高いやつ。しかもさ、最後の進化もさ、結局失敗するし、マジで進化成功しねえわ。悲惨すぎる結果が。だってムバッペもさ、27回 ?8 回失敗して、やっと成功してるんで、本当にね、確率、おかしい。まあまあまあ、また、進化の方はね、やっぱ配信でやった方が盛り上がるんで、ちょっと素材貯めて、やっていきたいと思います。で、多分ね、UTOTS、もう一回弾けると思うんで、この期間内に。なんで、もう一回トークン貯めて、しっかりね、UTOTS で、買い引きできればなと思います。またね、質問があればコメント欄や DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。